よく来たわね。あっ、幻惑の鈴、あなたか。ルシオラ姉さん、ブルブランとバルターを破ってここまでたどり着くなんて、なかなかやるわね、あなたたち。姉さん、約束を果たしてもらうわ。今度会った時にはハーベイ座長のことをちゃんと話してくれるって。ああ、彼を殺した理由だったかしら。そうね。ねえシェラザード、あなたにとって座長はどんな人だったかしら。そんなの決まってるじゃない。孤児だって私を拾って育ててくれた恩人よ。私は両親の顔なんて全然知らないけど、お父さんってこういう感じなのかなってずっと思っていた。なのに、それなのにどうして。そう、温かくて優しい人だったわね。でもね、旅芸人の一座なんて優しいだけじゃやっていけないの。汚い取引をしたり、女の芸人に客を取らせたりするところもあるわ。でも座長は、あの人は一切そんなことをしなかった。そうして私財を使い果たして莫大な借金を背負ってしまった。嘘だって、座長そんな素振りなんて全然。人がいいくせに、とても芯の強い人だったから、私たちに悟られないようあちこち資金繰りに奔走して、そして最後に一座を手放すことを決意した。知り合いの裕福な貴族に一座を丸ごと預けようとしたの。自分がこのまま座長を続ければ私たちに苦労をかけることになる。ならば信頼のおける人に面倒を見てもらった方がいい。そう考えたみたいね。そんな、どうして。相談してくれたら私たちだって協力して。話を打ち明けられた時は私も同じように説得したわ。でもあの人は頑なままでに聞き入れてくれなかった。不甲斐ない自分がいたら私たちのためにならない、そう思い込んでいたみたいだった。それが理由で姉さんは座長を。ええ、そうよ。私にとって彼の決断は許しがたい裏切りでしかなかった。安らぎと幸せを与えておいて、それを取り上げるなんて、そんなことをするくらいなら最初から手を差し伸べてほしくなかった。だから私はあの人を殺したの。だったら私はどうなるの。え、私は座長と姉さんから安らぎを与えてもらったわ。スラムで感じたことのない温かい気持ちに満たされてた。でも座長が死んで姉さんまで去ってしまって、そんなのもっとひどい裏切りじゃない。そうね、シェラザード、あなたは私を恨む権利がある。その恨みを持って立ち向かってくるといいわ。姉さん、私ごときを倒せないようでは、この上で待ち受ける者たちには遠く及ばないでしょう。幻惑の鈴の舞、見事破ってごらんなさい。
しますオーブンガサクーマの舞ごめんな
もう僕は逃げる。セーフ！キリファントブレイド！なるほど。これならば上に進む資格があるかもしれないわね。姉さん、一つだけ訂正させて。私は姉さんを恨むことなんてできないわ。私の元を去ったことも、座長を殺めてしまったことも、ただどうしようもなく悲しいだけよ。シェラネー、シェラザード。それにやっぱり信じられない。姉さんがそんな理由で座長を殺めてしまっただなんて。私たちのことを思って辛い選択をした座長のことを。さすがにごまかせなかったか。え？さっきの話にはね、続きがあるの。あの人を説得しようとして、それでも決意が固いと知った時、私はずっと秘めてきた思いをあの人に打ち明けてしまっていた。姉さんが座長のことを。そうだったんだ。親子ほども離れていたから想像できなかったでしょうね。そしてそれはあの人にとっても同じだった。娘のように大切に思っているけど、思いに応えることなど考えられない。一時の感情に流されず、ふさわしい相手を見つけるといい、そう諭すように拒まれたわ。
拒まれたこともショックだったけど、私はそれ以上に怖くなってしまった。私を惑わせないように、ふさわしい相手を見つけられるように、あの人が本当の意味で私から離れていってしまう可能性が、そう悟った瞬間、私の奥底で何かが弾けていた。離れていかないように。永遠に私のものにするために、そのささやきに従ってあの人をこの手にかけていた。ルシオラ姉さん、自分の中に潜んでいた闇に気づいたのはその時からよ。私はその闇に導かれるように見くらう蛇の誘いに応じて、いつの間にかこんなところまで流れてきてしまった。そろそろ潮時かもしれないわね。姉さん、ダメ！なかなか鞭さばきも上達したじゃない。最初の頃はあんなに不器用だったのにね。知らねえ。エステル、ヨシュア、少しの間でいいから、このままこの子と話をさせて。でもルシオラ、あなたは話なんかしてる場合じゃないでしょう。引っ張り上げるから捕まってて。ねえシェラザード、あの人を手にかけたことは今でも後悔していないけれど、唯一気がかりだったのがあなたの元を去ったことだった。あなたがどうしているか、それだけが私の心残りだった。でも私がいなくてもあなたはしっかりと成長してくれた。自分の道を自分で見つけていた。姉さん、お願いだから。それが確かめられただけでもリベールに来た甲斐があったわ。本当はあなたに私のことを裁いてほしかったのだけど、さすがにそれは虫が良すぎる話だったわね。お願いだからちゃんと捕まっていてよ。お酒もいいけど、ほどほどにしておきなさいね。さようなら、私のシェラザード。ねえ、シェラさん。大丈夫。あの姉さんが落ちたくらいで死ぬはずない。いつの日かきっとまた会えるわ。うん、きっとそうよ。だってあんなすごい式神とか転移術とか使える人なんだもん。絶対に大丈夫だってば。そうね。シェラザードさん、あまり無理なさらないでください。一度アルセイユに戻った方が。ううん、その必要はないわ。ここでへこたれてたら姉さんに笑われてしまうから。だから今は先に進みましょう。知らねえ。うん、わかった。それじゃあ端末を解除しましょう。